はい、こんにちは、ビッグボーイと。はい、こんにちは、ノヒーでーす。さあ、結構久しぶりに、ペイデツ、やっていきますよ。また荒ぶってんな、君は。でね、中の人現れた。僕は、まあ、結構久しぶりにやるんですが、数週間か、まあ、数ヶ月前に出たような気がする、キャラクターの DLC、まあ、このヤクザキャラクターで、日本語喋ることができる、この、日本語キャラ、日本人。ジロー、そう、ジローという人物を、ジロー君使っていきますよ。はい、ペラペラの大阪弁を披露してくれます。いや、だけどちゃんと片言でもちゃんと日本語を喋るんだよ、彼は。で、そして彼のこのマスクをティアラにすると顔が見えるという。そう、もう中の人もね、ただのおっさんなんだよね。そしてこのティアラ、今回の素晴らしいアップデートで手に入ったもので、はい、アップデート、はい、ちょうどこの動画を撮ってる時期あたりに最新のアップデートが来て、そう、まあとにかくひどいアップデートで、その内容がかなりひどい。そう、まあ詳しくはまあいろいろね、ネットでググったら好きなだけひどいのが出てくるから。まあ、さっくり言うと、CSGO 風の課金が増えて、AR が全般弱くなって、で、SMG だとかピストルあたりがアホみたいに強くなったと聞きましたよ。そう、そしてなんと今ならミニガンがめちゃめちゃ強い。ミニガン装備が一番速い。移動速度がなんか 1. 何倍ぐらいだ。なんかミニガン装備5倍ぐらいありそう。ミニガン装備の移動が速いなんてなんかもう矛盾だらけだけど。そう。まあなんかこんな感じでね、いろいろバグってますが、いろいろ変わってたペイデーが。そう、まあ。とりあえずまあ僕はジロー、まあ2人ともどもティアラの生身でやっていこう。そう、ハゲ2人組で。今回はゴールデングリーンカジノと。はい、これ我々やったことないんだよね、このカジノ。ラウドかな？そう。まあどっちもできるんだけど。まあ友達でしょ。まあ完全初見なんで本当に、まあベリーハードにして。やっていこうか。いるだけ優しく。やっていきましょうと。もうこのティアラだね、もう顔隠す気ないよね。まあ始めていきましょうか。いきましょう。まずはプレプランニングでちょっとね。ああ、また恒例の。マップを、そう。恒例のあれか。恒例のお絵描き。お絵描きタイム。デイワンか。ああ、で、今、このアップデートに伴って、結構日本語が進んでたんですが、今、残念なことに、日本語が切れてます。というか、はい、フォックスハードも含む、もっとすべてが、このアップデートによって何もかも使えなくなってるそうなので。はい、そうです。だから、つまり、がっかりアップデートなんでね。本当にね、まあ、ちょっとひどすぎる、アップデート。そう、課金も増えちゃったし。課金ね。で、今プレパーニング見てるけど、初めて見ましたね、これ。マップがどこがどこだった？カジノセクション、ホテルマネジメントセクション。ほうほうほう、これ追いかけどうやって進んだっけ。あ、書いてる、早速書いてる。なんかいろいろプランがあるらしいけど、どうしますか。まずはエスケーププラン、脱出プランから。脱出プランまあ、バーンエスケープだとかブリンプリもいろいろあるけど、バーンがいいんじゃないかな。あ、デフォルトでいいでしょう。あ、デフォルトにする。じゃあリモ、エントリープラン、侵入プランはどうする。ラウドでしょ。どっちがいいかな。 C4 あった方が面白いかな。じゃあラウドエントリーです。 C4、 はい、というわけで C4 でラウドしましょう。 OK。 まあ装備の方は、え、なんかこれセントリーガンが置けるらしいんで、セントリーガン、ちょっと置いてみようかな。僕はとりあえずアーモを持つよ。アーモを持って、あとハンドガンがめちゃめちゃ強いというので、このなんだっけ、ブロンコ44リボルバー、そしてジローなので新作と刀持ってると、刀持っていくよ。こんな感じでじゃあやっていきますか、はい、じゃあ行ってみましょう。カジノベリーハード。まあよくわかんないけど、まあ暴れまくればいいんだろう。実はカジノね、本当に楽しみにしてたあれなんですよね。これ DLC だよね。DLC。うん。Let's rock。おお。あ、もうマスク。じゃないや、これティアラしてんだっけ。やったー、シフォだ。シフォか。役目は絶対に。僕結構カジノに縁があってですね、ゲームの中で。おお、シフォ持ってこう。そう、僕は。ヒットマン、ブラッドマネーというゲームでもカジノに行って殺しましたし、ヒットマンやったことないよね。ドライジングでもヒットマン面白いですよ。
あの、エージェント47だっけ、そうそうそう。バーコードハゲ。バーコードハゲ。あ、すごいね、これ。超、超カジノ。そして、このゲーム、普通僕、はい、ハンドガンとか持たないんですが、日本語うるせえ。え、ごめんなさいね。待って、結構ダメージ受けた。あの、ジローはね、もう、彼ら、米国人、米国人なのか、何人か知らないけど、バンバン日本語喋るってね。あと俺、C4 どこにつけてんだ？違う。ついてこんかい。C4 つけてこんかい。C4 つけますよ。C4 つけました。じゃあ僕はハンドガン、リボルバー持ちますよ。ここ壁が少ないね。次はなんだ？シグナル、ベル・ウィザー・フレーム？フレーム？なんて書いてあった？よし、フレア。フレアか。事故った時に使うやつですね。発煙筒。なるほど。あ、こっち開いてない。広いな。あ、これね。カジノ一回行ってみたいですね。いや、日本にカジノはねダメだから。いやでもいつだかか日本にもカジノみたいなのなかったっけ。あったあった。果たして日本にカジノどうなることやら。僕はねギャンブルをやると多分死ぬな。まあ、パチンコよりはいいと思うんですよ。どうだろうね。僕あのたまに UFO キャッチャーとかやるんですけど。あ、何これ。スロット UFO キャッチャーで負けが込んじゃうと本当に次やったらダメだなって。痛い痛い痛い。スロット動かせるよ。あ、壊れた。え、こっちも動かせるよスロット。あ、すげえ動く。俺も動かして。全部俺のもんだ。お、すごい、やったぜ。当たんねえ。もういっちょ。これ当たったら出てくるのかな。あ、当たんない。黒かつえ入ってて、スロットなんてやってる場合じゃない。これハンドガンがね、いや、リボルバーだっていうのもあるんだろうけど、強いんだよね。本当にハンドガン強いんですよ。なんと威力がアップデ前の2倍ぐらいになったっていう。これはもうハンドガンがあれば何も怖くないんじゃないかね。本当にそうなんですよ。あ、スナイパーいた。あれ、どこにいた？あ、あれか。ほい。あ、強いリボルバー。スナイパージロー面白いな。いや、ジロー、刀だって出せるしね。刀。ジロー浮いてるぞ。いや、浮いてない、浮いてない。カンマー、セイヤ、セイヤ。あ、やばい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 って。スロー買ってた。ほら、めっちゃ日本語喋ってるけど。ドリルドリルドリル。ほらほら、リロード。さあ、ドリルを組み立てます。はい、僕はどんどんね、このリボルバーと刀のタックでいこう。で、ちょっと向こうに行こうか。これで仕事に専念できるわ。これで仕事に専念できるわ。で、最終的に何すればいいんだっけ、これ。スロットすればいいんだっけ。そう、スロットすればいい。あ、そう、スロットすればいいの。違うだろ。じゃあ、ポーカーしますか。ポーカー、僕、いいだろ。ポーカーとバカラとスロットしか知らないんですよ。あと、なんだ、スロットじゃない。ルーレット、ルーレット。いや、もう、俺もそんなもんだけど。あと、ブラックジャックだ、ブラックジャック。あ、ブラックジャックね。あと、なんだ。とりあえず、まあ、ね、ネジ締めとこう、ネジ。あ、ネジ締めてちゃんと地面にきっちりつけてドリルでベキベキやっていこう。で、まだスロットが生きてるからスロット回して。いや、いいね。これ当たるのかな。スロットしたいよ。スロット、これ当たる気しないんだけど。当たる当たる。1000万ドル当たるよ。1000万ドル。スロットで。そう、スロットで、スロットで。これ何回でも何回でも回せるけど、決して当たるとかそういうわけではないのかな。ほら、刀だ。待て、離れるな。待て待て、逃げないで、逃げないで、全速力で逃げて。よし、花火やるぞ、花火。花火？はい。え、刀振りかぶったら全速力で逃げてくる。
危ない危ない。あ、ノヒどこ行った？そっちか。こっちだ。ちょっと離れすぎてる。俺は今な、カジノにふさわしいフィナーレ、そう、花火を打ち上げに来ました。たまやーです。この世界で多分それテロだと思うな。ほら、階段があるから。階段を探せ。階段あっちにあるぞ。距離があるから、AR にも近いよ。おい、俺を案内するんだ。どこには、向こうに行こう。方向音痴の俺を助けてくれ。方向音痴、両方言うて僕も方向音痴じゃないってわけじゃないんだけどな。実は僕ね、友達とか家とか5回行ってやっと覚えるぐらいの方向音痴でした。それは異常だな。土地勘が暗いじゃないですか。土地勘があっても分かんなくなるかい、友達の家が。で、ここに行きます。はい、花火だー。たまやー。これ離れた方がいい。ロッケンロー。綺麗綺麗。おお、もうちょっとスケールのでかいものを予想してたんだけど。三尺玉座には勝てませんでしたね。で、この辺のスロットは動かせる。スロットやろうぜ、スロット。ボーイ、なんかここ C4 でぶっ壊せるぞ。え、嘘。なんか控室みたいな場所が。控室なんかあるんじゃないの。行ってみよう。行こう。もうカジノであるならもうお金がそこら中にあるはずでしょ。あ、カードキー必要。ここ C4 で開けれなかったっけ。あ、開けれるね。ほら、仕掛けるわ。これ C4 残り2個。発火。何がある？あれ？いい部屋。ピッキングはノヒの仕事だ。大東建託。よし。やった！5000ドルゲットで。5000ドル。C41 個何円なんでしょう。さあ、仮にね、リアルの僕がここで泥棒してたならば、この液晶テレビをぶん取っていくかもしれないな。よっ。あ、眩しい。俺はペイリーの世界に行ったら、この全然痛くないあれが欲しいな。ほら、刀。あ、で、ここも C4 でぶち破ろう。 C4 を取りに行きたいんだったら、また入り口に戻ればいいのか。よし、仕事に戻るで。開いた。何がある？入りますか。ピッキングを頼む。君早いでしょ、ピッキング。これ遅いよ。え、遅いの？あ、遅かった。スキルないから遅いよ。あ、今回めちゃめちゃ高難易度のわけじゃないから、ちょっと探索していこうか。あ、痛いで。お、あれ？ 5000 ドルだ。あ、これ？お、7000ドルだ。他開けれる。あと1個だ。さあ、次どこ開けよう。これは。あれ、なんだこれ？トイレ？トイレだ。トイレにしては綺麗じゃないの？なんだこの黒いかっこいいトイレは。大理石だ。汚れが目立っちゃうじゃないか。ステイフロスキーになってない。あ、黒か。危ない。黒か、下屋。ジロー何言ってん。ほら、何も聞いてない。ジロー面白いな。ネタ要員として生きていけるよ。結構英語の主人公ってね、ハンドガン一本でなんか敵を。わあ、やべえ、黒かだ。え、あー、ちょっと。え、まだいる？ああ、僕も耐えてるよ。あ、いた。やった？死に去らせ。よし。ジロに助けてもらうんだぞ、なんだって。あ、いて。あれ？ソコル。何してん？さあ、下に。セキュリティセンターがあったぞ。セキュリティセンターあった。おい、C4 あるか。C4。え、これあれ C4 つけれない。いや、つけれるはず。ドリルじゃなくて。真ん中。つけれないぞ。ああ、じゃああれか。ああ、じゃあ違うわ。多分スキルか。あ、スキルだわ。いや、ドリルつけよう。ドリル。どっかにカードキーもあるんだろうけど、今ないからな。あ、1分以内に開くわ。
豪快だな。で、刀今日、刀あ、いやいやいや、ごめんなさいごめんなさい。今日は手裏剣持ってきたんですよ。手裏剣二郎が持つべきじゃない。暗い手裏剣。あ、間違った。はぜろ。刀暗いバカ野郎。そしてリボルバー。あ、テーザーリロード。リボルバーだけで生きていけるな。本当に強い。あ、終わった。お、開くぞ。開くか。え、セキュリティー大金を手に入れるぞ。俺たちの白地に戻るで。さあ、開いたやった。ここか。ピッキング。このカジノは何だってな。ウルフとジロというティアラをしただけの強盗に、そう、何もかもかっぱられていく。あ、ティアラはね、誰かいるよ。あ、でめっちゃいる。ちょっと待ってね、僕はマネージャーオフィスを開けてるから。オッケー。ああ、さすがカジノ、いいセキュリティしてるな。まだビッグバンクには勝てないかな。ビッグバンクはね。なんだこのマネージャーオフィスのなんか素晴らしい感じは。あ、できてる。あ、これテーザーじゃない、なんだこれ。いでれ。あ、やばい。あー、クローカー。ソコル、ありがとう。あ、そこじゃなかった。来るな。どっちだ。あ、これか。これを、はい、ハッキング。お、なんだこの、なんか、スパイ映画に出てきそうだ。ハッキング。おー、なんだこれ。ブリーチン。ハッキングを待って。コードすごい流れてってるよ。おー。弾回収、はいはい。え、テーザー。あ、もうハッキング終わった。あ、違う、またハッキング失敗したのか。違う、ロストコネクション再ハッキング。あ、万能なシステムではない。スモークダイヤ。グレネード投擲不正。ジロー、うるせえぞ。いや、ジローはちゃんと仕事熱心だよ。さあ、ハッキングコンプリート。いや、これもう一回フロアに戻っていいんじゃないか。ドリルだから、ドリルつけに行こう。あ、そっちか。うん、そっちだわ。今のところ関係ないわ。行くぞ。で、念のためにドリル付近に体力置いてくれるかな。事前にカジノスロットも回せない。あれも、あ、そうか、セキュリティ開いたからもうダメなのか。で、これどうすんだ。これ上に登ればいいのか、なんか撃てばいいのか。これ、なんかやられてるぞ。ん、あ、誰がやられてる。あ、この辺のスロット生きてる。ほら、スロット当てたいぞ。これ当たるのかな、本当に。あ、壊れた。なんか来てる。気にするな。あ、いた、はい。黒かいた。ありがとう。多分上かな。上かな。とりあえず上登ろう。これ乗れんのかな。多分ね、はしごついてるけど。あ、で、ん、なんだ。 You need to take ホック。よし。あ、持ってたの。あとはあれをグニューってやるだけだ。よし。さあ、また来てる。
やべえ、なんか外に東京タワー的な。東京タワー、エッフェル塔だな。あんな低いエッフェル塔が。エッフェル、エッフェル。あ、見えない見えない。クレオカをやったで。さあこれをスタートザビンチ。最終的に何をしてるんだこれは。これを引っ張ってゴゴゴゴゴーってゴゴゴゴゴーってシールドきた。死ね。出て出て。あ、盾か。今ショットガン持ってきてないんだよな。やる。ロード。ダベリングしてきてる。お、なんか来たぞ、なんか来たぞ。なんか来た。お、なんか来た。なに、なんちゅうかっこいいドリルだこれ。え、これドリル。どうやってこんなドリル持ち込んだの。 BFD BFD ブルートフォース。そうあたりかな。そんなのか。あ、これはブルートフォース。あ、C4 じゃない。なんだこれ。つける。え、なにこれ。つける。あ、コンセントにつなげろと。あ、なるほどね。コンセント上か。これこっち来い。上行くぞ。行くぞ。そっちか。いや、2つあるから多分手分けかな。じゃあ向こうの遠く遠い方行こうかな。よし、繋げたぞ。あっちもう一つソケット。これか。はいはい、繋げちゃうね。はい、 BFD を起動させよう。行くぞ。待って、あ、大丈夫かこれ。大丈夫だった。なるほどなるほど、全部の場所を守らないといけないのか。なるほど。じゃあ僕は2階を守ってますね。じゃあ僕はメインフロアにいようかな。手分けしてやろう。あー、暗い。これで、あ、ここ、あ、遅いこれ。レーザーでくり抜いていってるんだ。あ、2回行く前にこっちに体力置いていってほしかったな。ごめんね。俺は今スロットに夢中なんだ。スロット、こっち、こっちスロット。いや、まあスロット、じゃあ僕もスロットに夢中になろう。でもこっちスロットかなり壊れてるな。ギャンブルがどうのこうの言ってたよ。ギャンブルか、ギャンブルしてんの。スロット。お、あ、違った。当たりそうに見えたんだけどな。テーザーやった。なんかやられてるよ、やられてるの。お、なんだこれ。あ、止められたのか。もう一回起動。出て出て。あ、まだ4分の1ぐらいだ。頑張れ。あ、待って、これ取れてて、取っていいのかな。ん、取れないな。なんかたまには下に戻るぜ。エンプティタンク、空のタンク持ってんだけど、これなんか入れて戻れってことなのかな。水かな。冷却しろと。ちょっと、あ、トイレで、トイレで。なるほど。あ、トイレで水汲んでこいって。できるのね。なるほどね。だけど今ちょっとラウトだから、これ呼吸してる間に切っちゃうんじゃないの。じゃあちょっと僕トイレ、トイレどこだ。トイレ行ってくるわ。いってらっしゃい。どっちだよ。あれ
置けばいいのか。うちのトイレだよ。お、水、トイレが満タンだった。トイレじゃねえ、水が満タンだったぞ。あ、重い。今補給、補給中。さあ、トイレの誰もいない。水補給遅いな。これで仕事に専念できるわ。同じこと何回も言うな。間違った。はい、あ、重た重た重たい。よし、じゃあ俺は上に戻るぞ。すげえ重たい。今うちに俺はスロットだ。スロットを回す。こっちのスロットみんな壊れてしまったかもしれないわ。これでよし、リペア。あ、で体力あった。え、リペア？リペアって何がいるんだろう。あっちなんかレンチマークついてるか。多分あそこに何かあるんだろう。あ、1階じゃん。頼んだ。オッケー、スロット動かしとくか。仕方ねえ、行くぞ俺が。いや、多分見つかると思うな。あった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 。戻るわ。よし、でこれで直してもう一回あれを起動と。でも一応リペアキット持ってこう。出てて、これでフィックス。あ、長い長い。で、修理ポンと。で、これでスタート。 OK。 ただのドリルだけで治るのか。ネジがいるんだろうな。せい、めんどくせえぞ。あとどんくらいだこれ。刀強い。まだね、半分もいってないわ。なんだと。とにかく、ま、守れ。守んないとアリガネやらんぞ。あ、テザテザテザ。テーザー取ったで。うぜー。縦はこれ後ろ回り込まないと。よし、危ない危ない。リボルバー強いな。リロード、ほんと強いリボルバー。これあれなのかな、オーバーキルとかデスウィッシュにしても変わんないのかな、威力。威力は変わらんよ。あ、でも敵の体力は増えるか。あ、ごめん。え、出て出て、撃たないで。いや、敵のあれが種類がてか比率が変わる。え、最近あの白いヘルメットかぶってる、なんそんなんいたっけ。スワットだっけあれ。まあ、頭しか攻撃通らないやつがいるのよ。ああ。そいつばっかりになる。これできか。肩だ。肩だ。待てよ、水だ。水、水だ。また水か。こいつ。全部なくならないうちにやった方がいいぞ、これは。こいつどんだけ水分取るねん。違う。オッケー、じゃあちょっと。あ、今、ラウド終わったか。早く呼吸しよう。もっと右に近いのあるぞ、はい、え、嘘。右の女性用トイレに行くんだ。いや、女性用トイレはジロはちょっとシャイだから入れないから。そう、じゃあウルフはシャイじゃないから入ってるかな。あー、じゃあティアラつけてるから今回はよしとしよう。プリンセス、プリンセスウルフとプリンセスジロです。ジロなんてかっこ悪いんだ。あー、水なくなりやがったこの野郎。いや、今呼吸中だ。あ、来た来た来た。あ、違う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 。重たい。ジロ、年いくつだよ。45。よし、来た。平和だ。しかし当たんねえな。エイムが。あ、終わった。
あ、終わった？これ下入れる？お先、おお金すげえある。いただきだ。めっちゃ金ある。全部俺のもんだ。全部俺のもんだ。のひ何しに来た？あ、俺のもんだよ。俺のもんだよ。やべえ、見ろこれ、すげえ、俺の連打。金だ。おわ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 、ほんまかこれ。金だ金だ。束もあるぞ、束も。束にしまえ。ソコルなんて知らない。俺も知らん。上にいるやつだって。上にいるやつが悪い。あー、お金、気持ちいい。お金これ取った。隅々まで取って。あれ待って、ジャケット降りてきてんだけど。どうした、ジャケット？お前の分はねえぞ。あれ、ソコル捕まるで。ソコル見捨てるのか。あ、そうだ、俺助けれるんだよ、忘れてた。これで全部か。これは開いたりするわけではない。うん、あれこれ開けれるか。下行ってるよ、下。待って、ここにも金入ってる。ピッキングしよう。やばい、下にめっちゃ金ある。まだあんの？これ金どこに運んどけばいい？これ煙屋知っとるわ。あ、これ敵降りてきてる。やばいやばい。あ、テーザーやばい、助けて。あー、助けて助けて。倒れた。あ、テーザーまだいるって。助けて。盾の後ろにテーザーが隠れてる。やって、待ってろ、今助けに行くぞ。金に目行きすぎだろ。よし。で、お金どうする？あ、ちょっと待って、お金大丈夫かこれ。お金下に運ぶ？そうだな。ボルバーリロード。ほい。ああ、ほい。はい、全部上げたら上に早く来るんやで。はい。ああ、死ぬ。ダメ。よーし、この合間を縫って俺はスロットを回すぞ。金を守れ。あ、取られてる。知っとるわ。とりあえず全部運んでこっち来い。あー、やべえ、あー、やべ。嘘。ありがとう、誰か手札殺したやつ、ありがとうね。あれだ、ジローが投げたお金が当たったんだ。ほい、ジロー。え、もう少し、あと5個。ミスった。何ミスっとんじゃ。このお金、マネバック投げ達人にはなれないな。あ、ミスった。はい。まあ、人には得意不得意がありますからね。僕もね、はしご登るの苦手すぎて、何回はしごで落下死したか。はしご登るの苦手でどういうことや。よし、上戻るぞ。いて。FPS のはしごってめっちゃ難しいと思うんですよ。ペイデイのさ、このプレイヤーたち、足首がスペランカーすぎないか。そういうスキルがあったはず。でも回復しよう、戻って。弾薬は腐るほどあんだけど。さあ来たで。来て出てて。危ねえよ。おし、かまあ運ぶで。その前にちょっと回復するで。回復したで。よし、なんか一個取られてるで。あれ、取られてるやつを倒すで。エセ。来て出て。エセ大阪弁屋で。あ、そう、敵がおるじゃろ。敵倒してお金奪うで。あ、よいしょ。待って、お金大丈夫か。なんかピカピカするのが痛いじゃろ。ポケモンフラッシュじゃろ。エッセイ大阪弁どころじゃないだろ。ほなさいなら。ほなずらかるで。よいしょ。
わしはスロットを回すぜ。いや、お金もここにあるからスロット回さなくてええで。なまらスロット回すで。ああちょっとクローカー強いで。ああじゃねえよ、スロット回してんじゃねえ。待って、ジャケット助けてるわ。出て出て、なんか敵がスロット白に見える。はっ待て、なんかやばい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 、敵めっちゃ来てる。いてよバカ、かかるで。待って、リロード、敵増えてる確実に。リロード。このお金は血で汚れた金や。ワイラが回収せなあかん。シェーゴマシェー。あ、敵いる。あ、リロード。青スワットなんて雑魚やで、バンバンやで。あ、テザいる。よし行くぞ。よし、もう大阪弁は飽きた。俺は標準語が好きだ。なまらは大阪じゃないけどな。なまらゴミ投げるで。混ざりすぎだろ、いろんなの。ほら、誰か沖縄、はい、沖縄弁を喋るんだ。あ、いててて、リロード。おう、てかジローさ、今更だけど このメンバーで日本語喋って通じてんの？うん、大丈夫だろ、ロシア人とかいろいろいるし。いや、あ、やばい、助けて、そこで。そこある、そこある。おえ、ヘルプミー、助けた。とりあえずグレラオナリロードさせてくれ。マネバッグレポンポンポン。ラウンド長いな今回も。これ30分以上やってるよね、これ。そうだな、リロード45分。ブルドーザーが最後に来たやで。え、嘘、ショットガンないで今回。でも俺が殺すで、殺したで。エセボ坂部はやめるんじゃなかったと。なまら殺す。ベイデイズの素晴らしさなんてさ、アンドガン強い。それだけだ。あと手裏剣が強い。俺は暗い手裏剣。俺はジロより日本人なんだよ。ジロより日本人ってなんだよ。ほら、純血を超えた日本人がいるのか。ほら、ウルフの日本人力を見よう。なるほど。ヤマト魂よ、ヤマト魂。マトナデシコよ。あ、クローカー、クローカー、クローカーなんてグレポンでワンパンじゃなかった。ソコル早いよ、だから蘇生が。なんでそんな早いの。これがインスパイアの。あー、建物だ。建物じゃ無理。操作ミスって、間違えて手裏剣ない。ドザいる、ドザいる、ドザいる。ドザーを頼んだ。待て、盗んでる誰か。タコ的お願い。俺リロードしてるわ。出て出て出て。こるってんだ。あ、そっちにいた。外からも敵来てるんだよね。よし。あ、俺死ぬ。やめやめ。おい。なんか外の風景が張り絵に見えるんだけど。違う、ぼやけてんの。俺らの視力は0.0。はい、これ視力まで再現してるの、これ。そう、視力まで。ジロも視力悪いのか。まあ日本人はね、日本人はパソコンを永遠触ってるだろ。いやいやいや、それは偏見でしょ。そして目も悪いし、ちゃんとこのね、デプスオブフィールド被写体深度もちゃんと再現してる。あ、スタンしてる。ノー、助かった。お金を運ぶで。クローカー、もうお金余してないね。大丈夫だね。待ってないよ。じゃあ俺はこっちで運んでるか、車に。オッケー。
ジャケットマーニーバッグずっと眺めても何も起きないね。はい、なんでこんな微妙な場所にあるの。よし、これで全部だ。え、こっから回収できてるかもね。ちょっと待って、そこに投げたら、その辺、ありがとう。その辺投げてくれ。オッケー。待って、敵来てる。あ、テーサー来てる。テーサーか、これ。クロカじゃないよな。あ、やべ、クロカ来てる。クロカか、これ。あれ、ソコル。やった。まさかね、こんなに死に去らせたって言葉をヘイデリー聞くとは思わなかったな。リロード。さあ、もうちょいだ。ヒーハー。イーハー。残りも運んでくれ、全部。どんだけこのリムジンのトランクはお金が入るんだ。いや、ペイデイのリムジンには夢と希望が詰まってるね。どうなってんだこれ、何次元だよ。あ、こういうトランクか。どうなってるんだよ。めっちゃ入るよこれ。一袋これ9万ドル以上入ってんじゃん。やった、終わったぞ。終わった。やった、撤収。えいえいえい。いや、長い仕事だった。ほんと稼いだんじゃないか、結構カジノ。うぅ、あ、疲れた。おぉ、48万ドル。お、いいぞ。命中率もなかなか頑張った俺。命中率あんま高くないかも。レベルアップはしない。というわけで、じゃあ今回すげえ長くなったな。どういう風に編集しようかな。今回は久々にペイデイ、はい、まあ、アップデートとかされていろいろダメなものが増えたらしいけど、でもね、ティアラと、まあ、ティアラでの力でプラマイゼロ、ジローも来たので、まあ不定期にまたペイデイはやっていきたいと思います。じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。